んにちは、大島です。それでは今回は今まで作ったパソコン、スマホで、Google を使って作っていきましたけども、実際に今回は、それに対して僕が作ったテンプレートをそのまま移植するという作業になります。まあ、これもですね、ただ本当にコピーするだけですので、本当に簡単な作業になっております。まあ、パソコンが初心者の方はちょっとだけ難しいかもしれませんけれども、本当にただ簡単な作業になっておりますので、ぜひ頑張って進めていってください。それでは頑張っていきましょう。